皆様いかがお過ごしでしょうか。プルートネットワークのプルート向井です。いやーですね、新年号が発表されましたね。皆様どんな思いで11時半を迎えておりましたか。はい、ちなみに新年号、皆様ご存知でございますが、バンと令和でございます。はい、この令和ですね、ツイッターやですね、いろんなニュースサイトを見ててもですね、皆様、評判がいいんでございますよね。僕もですね、この令和っていうワードを聞いて、あの万葉集の中の、単語を使ったみたいな形で今回初と言われていましたがね、新しい文字例とですね、今までですね何回も使われていた日本をですね連想させる和という文字をですね組み合わせたこの令和というわけでございますが、このですね令和という年号に代わって日本はどのような形になっていくのかというのをですね、またこれからも僕たち楽しみにしたいなと思っておりますが、こんな話はさておいてですね、今回皆様にご紹介したいのはですね、令和元年一番最初に公開される映画は何ぞやということでございますよ。はい、僕はですねこれが気になりました。で調べました。はい、ちなみにですね、令和元年になるのはですね5月1日らしいんですよね。うん、僕の、調べた結果では、はい、令和元年まず最初の一発目の作品でございます。はい、皆様にご紹介しとうございますよ。では発表したいと思います。令和元年一発目に公開される5月3日公開作品、名探偵ピカチュウでございます。いつもいつでもうまくいくなんて保証はどこにもないけどと、それはそうじゃということでございましてですね、いやいいじゃないですか。平成のですねゲーム業界、はたまたアニメ業界を塗り替えたポケットモンスターという作品をですねハリウッドでリメイクしたこのポケットモンスター名探偵ピカチュウがですね、平成令和がまだ慣れてないね、令和元年を飾る映画になっておりますよ。はい、まあですね、ほんのちょこっとですね、あのご紹介しとうございます。はい、はい、この作品ですね、監督はロブ・レーター・マール、脚本はニコール・パールマン、そして、出演者の方がですねライアン・レイノルズ、ジャスティス・スミス、渡辺謙、ビル・ナイということでございます。はい、監督の方はですね僕調べたんですけど全然出てこなかったので新人さんかなと思います。はい、そして皆様大好きなライアン・レイノルズでございますよ。まあですねライアン・レイノルズといえばですねグリーンランタン、はたまたですねデッドプールで、有名な方でございますよね。この方がなんとあのピカチュウの声をやるんでございますよ。はい、僕もですね予告を見たんでございますが、かなりずぶとい声のですね結構のっしりしたピカチュウに仕上がってるんじゃないでしょうか。はい、そしてですね日本を代表する俳優渡辺謙さんも出演しております。はい、渡辺謙さんはちなみにですね5月に公開される、ゴジラキングオブモンスターズでもですね前作に引き続き、主演されるということなので、今回、この渡辺謙さんはですね大木戸博士の役なのかな、まあわかんないですけど、このですね役にも、気になっておりますね。はい、そしてですねビルナイという方でございますね。こちらの方はですね、イギリスの役者さんだと思います。はい、それはなぜかというとですねラブアクチュアリーという作品に出ていたので、はい、このラブアクチュアリーという作品ですね僕が大好きな作品なので、このビルナイというのはですねどのような形に出るのかというのも気になっておりますね。はい、まあ話はこんなもんでございます。いや、あの令和で動画を作りたかったわけでございますよ。まあ今回はですねこんな感じで終わらせとうございますが、皆様このポケモンどんな思い出がありますか。ちなみにですね僕は本当にポケモン世代の人間で、まあ僕が小さかった頃にですねゲームボーイで発売されたポケットモンスター赤版、緑版、そして次にですね青版が出まして、その後はですねピカ版というものも出ましたが、はい、僕の中ではポケット
ドモンスターのですねキャラクターというのは151匹で止まっております。その他にもですねポケットモンスターですと映画館でもやっておりましたよね、ミュウツーの逆襲ルギア爆誕、あとはセレビーとかもですね時を超えるホニャララとかやってましたね。うん、皆様はですねどのような世代になるんでございましょうか。はい、新しいですね年号令和になったとしてもですね映画というものはこれから先も、新作というものがですね続いていきますので、このプルート向かい、令和元年はたまた令和30年になってもですね映画レビューをしとうございますので、今後ともですねよろしくお願いします。はい、ではですねまた皆様何かしら動画で、お会いしましょう。以上プルート向かいでした。あ、ごめん間違えた。ですね僕あのツイッターの方もやっておりますので、もしよろしければフォローお願いします。はたまたですねフィルマークスの方もですね皆様映画好きの皆様大好きなフィルマークスの方にもですね、映画一言感想はたまたですね俳句を添えてレビューしたいなと思っておりますので、ぜひぜひフォローの方よろしくお願いします。では皆様の、映画ゲームライフが素晴らしいものでありますようにということで、じゃあね。